続いて各地の話題です。淡路市の伊佐奈木神宮では毎年この時期に新年に向けてしめ縄の掛け替えを行っています。しめ縄は境内に汚れが入らないようにするための役割があり、地元の氏子らが作った大小30本のしめ縄を神職の実習生らが飾り付けていきました。なんとかこの疫病が収まって平和の方向に向かうようないい年になればと思います。伊佐奈木神宮は感染防止のためマスクの着用やソーシャルディスタンスを守った参拝を呼びかけています。明石沖で養殖海苔の収穫が始まりました。収穫では潜り船と呼ばれる船で海面に浮かぶ網を持ち上げ、網の下をくぐりながら頭上の海苔を刈り取っていきます。今年は海中の栄養が少なかったため海苔網の張り込みが例年より遅れたものの、味の良い海苔ができたということです。コクがあるというか、なんかじわっと味が出てくるっていうところを楽しんでもらいたいと思います。刈り取りは来年4月頃まで続きます。